どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はアーティストの好きな曲トップ10のコーナー行きたいと思います。今回のアーティストはですね、ミーシャです。はい、ミーシャね、もうとにかく歌がお上手で、あれですわ、こうプロも認めるぐらいのこう機械化っていうぐらいこう音程がずれない方ですね。はい、そんなミーシャの好きな曲トップ10を、発表しようかなと思います。まず10位から6位はこんな感じです。10位果てなく続くストーリー、9位日の当たる場所、8位スイートネス、7位包み込むように、6位星のようにです。はい、まあ僕そこまでめちゃくちゃ曲全部知ってるわけではないですね。まあシングル曲ある程度聞いてるっていう感じで、最初の方はちょっと聞いてたんですけど、なんかすごく歌が上手いんだけど、めっちゃ好みかって言われたらそこまでです、正直。はい、でも聞いてて全然嫌な気持ちにはならないので、いい歌はいい歌っていう感じですね。はい、じゃあ5位からいきます。5位はですね、忘れない日々という曲です。まあ、あのサビの出だしがすごく印象的で、忘れないでってね、忘れないでって言って、タイトルは忘れない日々、忘れないでっていうタイトルじゃないんだっていうところが僕の中では、ツボでした。別に笑ったわけじゃないですけど、はい、すごくあの、まあ、正統派な感じの歌で、いい歌だなと思います。4位、そばにいてという曲です。はい、この曲はもともと知らなくて、ベストを聞いたときに、あ、いい歌だなという感じで、4位でございます。はい、まあミーシャはまあとにかくさっきも言ったように歌がうまいんですよ。だからこうもうツッコミどころがないというか、逆にうますぎて面白みがないって言ったらちょっとあれなんですけど、それはちょっと感じるんですよね、僕は聞いてて。上手すぎるっていう、そこが唯一の欠点かなっていう感じはします。ただこうライブでね、バンクバンドの昔のライブですけどね、こう野外でやってるミーシャちっちゃいんですよ。身長が全然ね、ちっちゃい人なんですけど、その小さい小柄な体からあの声量、あれは本当にぶったまけましたね。あれはすごいなと思った。あれは生でやっぱ聞くともう全然違うんだろうなっていうのを映像で見てすげー感じましたね。あれはかっこいい。はい、4位はそばにいてです。はい、3位はエブリシングです。はい、まあ有名ですね、まあ代表曲、一番売れた曲ですね。はい、なんだっけ、ドラマ魔女の条件だったっけの、ドラマ主題歌で、まあそのドラマ僕見てましたね。まあすごい合ってるし、はい、まあ普通にメロがいいですね、この曲は。はい、ちょっと長さを感じますけども、だから、まあそのミーシャのその声の、まあ魅力っていうのを最大限に引き出してる曲なのかなと思います。3位、エブリシングです。2位はですね、エッジオブディスワールドっていう曲ですね。まあアップテンポの曲で、こう、まあ歌が上手い人って、まあ僕のこう偏見ですけど、バラードをがやっぱ一番聞かせどころっていうか歌がうまいからって思うんですけども、魅力がある人はどの曲行ってもいけるっていう感じだから、ミーシャはまあ僕の中ではすごくバラード系歌ってほしいタイプなんですけど、これはすごくアップテンポの疾走感がある曲ですっげー合ってるっていう、まず驚き。はい、だからそれ系もすごくよく聞こえさせてくれるんだっていうのですごい好きですね。疾走感、すごくそれが合ってると思います。はい、そして1位はですね、眠れぬ夜は君のせいという曲です。これシングル曲ですが、もうこの曲、サビの展開がすごく好きです。はい、単純じゃないところ、まあといっても複雑でもないんですけど、要はこう聞かせどころがいくつもある感じが、聞いててすごくいい感じになります。二度おいしい、三度おいしいみたいな感じで、この曲はよく聴きましたね。
なんか前奏からこう入ると、最初ちょっと静かな感じで入るんですよ。で、なかなか歌が入らない。もう僕の中でこう、ワクワク楽しみみたいな感じ。うん。あの展開がまた来るんだな、みたいな。もう待ちになってますね。うん。まあだから普通に、メロン展開がとても大好きでございます。はい。で、意外とね、なんだろう、ミーシャって聞くと、なんか、英語系が多いのかな、みたいなイメージあるんですけど、全然日本語多いですよね。うん、タイトルもそうだけど。特にこの1位の眠れる夜は君のせいは、本当に、最初はミーシャっぽくないなっていうところもあって、すごく好きだったんですけど、なんかいっぱいいろんな曲を聴くと、これがミーシャなんだなっていう感じはすごい感じますね。うん。感じがすごい感じる。はい、重複してますけども、1位はこの曲です。はい。というわけで、ミーシャの好きな曲トップ10はこんな感じです。共感される方は高評価お願いします。違うぞと。意見物申されたい方は、コメントなどいただけたらなと思います。虹色音声この辺で終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さようなら。